5月8日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号 今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますゴールデンウィークも変わらず生放送で OK 工事アップはお届けしていましたえまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定そしてトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます 後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学大学院客員教授の高橋弘郎さんが登場します今回のテーマは選択的夫婦別姓ですさあそれでは今週のニュースを振り返っていきましょう今週はモデルナ製のワクチン今月21日にも承認へ日米外相会談で中国や北朝鮮をめぐる連携を協議 子供の数40年連続の減少で過去最小コロナ対策の地方創生臨時給付金3000億円。早ければ6月交付。G7 外相会合が閉幕。中国、ロシアに懸念表明。アメリカ半導体供給拡大に向け、台湾の大手会社に要請。緊急事態宣言、今月末まで延長へ。愛知と福岡も追加の方針。 国民投票法改正案が衆議院憲法審査会で可決、今国会で成立へ。こういったニュースについて取り上げました。今週は5月5日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さんと取り上げたニュースを振り返ります。ミャンマーで拘束の北住祐樹さん起訴、大使館は早期解放要求。裁判期日は未定で虚偽のニュースを広めた罪の刑は、 最高で禁錮3年入国管理特例法違反の刑は最高で禁錮5年起訴の背景と今後の裁判の行方そして日本政府が取るべき行動などについて東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さんに解説していただきましたそれでは今週のプレイバックミャンマーで拘束の北住優樹さん起訴大使館は早期解放要求 在ミャンマー日本大使館は昨日最大都市ヤンゴンで治安当局に逮捕されたフリージャーナリスト北住優樹さん45歳が虚偽ニュースを広めた刑法違反と入国条件に違反した入国管理特例法違反の罪で起訴されたことを確認したと明らかにしました日本大使館は引き続きミャンマー側に早期解放を求めることにしております えー、虚偽ニュースを広めた罪が最高で禁錮3年入国管理特例法違反の罪最高で、えー、禁錮5年となった。 ております、まあこれ報道機関の人間がということも含めてですね日本がどう向き合うかってなかなかこれ難しい話ですよね、えー、そのあたりも含めましてですね今朝は東京外国語大学教授で国際政治学者篠田英明さんに、えー、この背景さらに裁判の行方や、えー、日本として取るべき行動などについて伺っていこうと思いいまますすすでに電話がつながっています篠田さんおはようございます。 おはようございます。ご無沙汰します。よろしくお願いいたします。およさあ、島さん、まず、この、お、基礎というところまで来ました。一連の、日本の対応について、どうご覧になってますか。うん、まあ、日本の対応という言い方で、申し上げますと。<ー>まあ、まあ、ちょっと、私も、いろいろと調べて、発言もしているわけですが、はいまあ、大変に、あの、不十分な。 印象を受ける対応にはなっていると思います一言で申し上げると、はい、原則がない、ない戦略がないって言った言い方もされますけど、まずその戦略以前に、対応の原則が見られないということが、われわれ国民からしても大きな不安をかきたてる材料ではないかなというふうに思いますうん原則という部分は、やっぱり超えちゃいけない線を設定し、そこまで来たら、ちゃんと行動するっていうことですか。 そうですね、すごく大きなところで言えば。はい まあ非常に甚大な人権侵害が起こっている、まあ、人道に対する罪と言ってもいいようなものが、証拠もあの画像、動画で相当に現代のことですから積み上がってきている、はい、でそれについて日本政府はどう考えるのかということについて、なんだ発言をしていないわけですよね、うんまあ道路かやめた方がいいって言ったことは言っておりますけれども、非常に一般論に終始しているという印象がある、今回の北住さんの事件で言いますと、大使館は早期解放要求という報道もされていて、そこまでは分かるんですけれども、 はい、例えば我々からしてみると虚偽ニュースを広めた刑法違反、うん、ここはちょっとその違反行為それ自体に対する具体的な抗議というものがあってしかるべきではないか、うん、しないのであれば一体、しない理がは何なのかということは非常に気になるところではありますけれども、はい、そこはあえて沈黙すると。ええ いうようなあの作戦を取っているようですけれども、果たしてこのような作戦が、何らかの生産的なところに連れて行ってくれるのかどうか、はい、非常に不安がありますうん、まあ、あの篠野さん、ご自身もツイッターなどで相当、さまざま発信してらっしゃいますが、そのまあ、あの諸外国から見て、日本のこう存在ってものどう見られているのかっていうのに対して、まあ、あまりにこう日本国内、無頓着なんじゃないかというご指摘もありますね。 5月3日、日本では憲法記念日でしたけれども、はい、国際的にはワールドプレスフリーダムデあ報道の自由の日であったわけですね。はい、で、ここの,あの日を捉えて、在ミャンマー、世界的ではなくて、ミャンマーにいる在外公館が18カ国、うんまあ、その中には EU 代表部派が。 含まれてますので、はい、EU 加盟国が入っているという意味では、18ではない、もっと大きな数がの、まあでも基本的には自由主義諸国と知られている、はい、我々の同盟国、米国を中心とする、えー、国々が集まって、えーまあ、報道の自由を訴え、具体的にミャンマーの、まあ、軍に、 拘束されているジャーナリストの解放を訴えている、まあ、言ってみれば北住さんの解放を訴えてくれているわけなのですが、日本はそこにあえて入らないと、はい、今までもずっとこういう共同声明に入らずに、はい、まあかなり国軍の気に気を遣っている、忖度しているといってもいいような、はい、感じですけれども。はいまあ 各国からしてみると非常に複雑な心境だと思いますよね。日本人の解放を求めて共同声明を出しているのに日本政府は入ってこない、はい、それなんかこそこそと、なんかこう交渉でもしているんだろうけれども、うん、そのうちなんか妙な身代金でも払って、怒っていた人たちのことを横目に、なんか勝手なことするんじゃないかっていう気持ちになると、うん、まあ国際的な信頼感の問題にもなりるかなと、まあ、国軍に対してどう政策を取る、国際的な政策を取るかっていう問題でもありますけどもね。うん さあ、スタジオにはジャーナリスト佐々木敏夫さんもいらっしゃいます。西野、まあ、さん、よろしくお願いいたします。こ,この件でね。そのまミャンマーを批判するってことは孤立させるっていう方法だと思うんですけども、一方であまりにやりすぎると逆に中国やロシアのようなですね。強権国。国 中に接近してしまって、はいえー、向こう側に追いやってしまうというようなそういうういい心配ってないんでしょうか、うん、今、ちょっと篠田さんとの回線が切れてしまいましたのでたちょっと今、かけ直しておりますが、はいまあ、確かにそこの部分を心配するというか、えー、中国側に追いやってしまうんじゃないかということがあって。まあ その辺が、この日本の立場の難しさみたいなこと、ね、難しいところですよね。えー、<ー>いう向きもありますが、<ー>えー、そのあたりを、しのさんもどうお考えになるのか。まあ一方で、そのしのさん、今お指摘、うん、ご指摘があった、えー 諸外国から見るとどう見るんだな、んか裏でこそこそずることしてじゃないかみたいなことになると、今度は、じゃあ、あれですよね、自由で開かれたインド太平洋を掲げる日本として、その信頼感みたいなところにも。外交ってね、表舞台でのやり取りと裏のやり取り、両面が必要なので、日本はどうしても、ね、裏側の方ばかり、やりたがるんだけど、まあ、特にこのミャンマー問題に関しては。さあ、篠田さんと再びつながりました。篠田さん引き続き続よろししくお願いいますはいはい 今、まあ、お伺いしたかったことがその、あのー、国軍に対してその強く出過ぎると中国側に追いやってしまうじゃないかという指摘がいろんなところでありますけれども篠田さん、その辺どうご覧になりますか。 中国政府に関して申し上げますと、えーあの、中国政府は少数民族集団を支援しているようなところもありますので、<ー>必ずミャンマーに対する関心というのは、もちろんそれなりに大きなものがございますけれども、うん、国軍べったりで、国軍の国内の政敵を次々と中国が倒していくというような状況ではないですから、うんえー、中国の動きも見ながら、 えまあ共同で行動するべきところは共同で行動したり、日本自身もあ中国のように、実はリスクを回避していく、えー、拡散させてリスク回避の手段をいろいろ取っていくという作戦も、はい、まあ取っておいた方がいいのではないかなというふうには思いますねうん篠田さん、佐々木俊おです、よろしくお願いいたししますよろしくお願いします。 あのー、外交って、ね、その裏側での交渉と表舞台での,そのステートメント両,方両面あると思うんですけどこの場合、例えばその表では例えば国際的なそのリベラルな批判に同調しつつ裏側でそのミャンマーの国軍と交渉していくみたいなそういう両面作戦というのはできないんですかね。 当然、それはやるべきだと思いますし、これは言う必要もなく、どんな国でもやっていると思うんですね、それはやらなければ、外交官を置いている意味がないですから、やるのが当然の中で、各国は共同声明という表向きの立場も取っているということで、日本はどちらかというと、本音と建前と言いますけど、建前部分全然言わなくて、本音関係で迫っていくというような傾向が強いので、それであると、まあ、 国際的な包囲網の中の一番弱い部分だというふうに見なされて、はいえー、いやいやもすると、人質を取られて、えー、身の代金を払えとか、えー、黙っていろというような脅かされるような存在として見なされる危険性が出てきますので仮にその表と裏はもちろん使い分けてもいいんですけど、はい、どこかで強いもの だかそういうオプションもどこかで取っておかないと、一方的に弱いあの、下手に出る人だけだと、まあ、日常的な人間関係でもみんなそうだと思いますけど、はいえー、なかなか交渉ごとっていうのはうまくいかないのではないかなっていうふうに思いま利、ねまあ、程に言えば、これ、なめられるってことになるわけですよね、日本がまあいわゆる世間的な言葉ではそういうことですよね。うーん これ、そのステートメントを出す、あるいはどうですか、その立法府として何かこう法律を作るとかっていうことなどっていうのも、手としてはありますか今あの、標的制裁を可能にするような、はい、法律を超党派で作ろうとされていますので、その法律ができると、ミャンマーに対して、まあ、具体的には国軍幹部に対して適用することができるとういうことだと思います。でこれは まあ、いろいろな見方がありますけれども、一つの、はい、まさに強い姿勢を取るという意思表明ですからあの、大きな意味はあると思いますが、まあ、法律が成立するかどうかはまだわからない状況ということですね。そして成立した法律をその使うかどうかというところにもなってきますか。当然そういうことだと思います。う それは国軍の態度を見て、はいえー、判断すればよろしいことであるとは思いますけどもねあ。オプションとして持っておくというだけでもやっぱりメッセージとしてはあるということですね。そうですね。日本政府は、えー、場合によっては強い手段を取ることを、えー、研究している、いとわないという姿勢を見せるということが、<ー>ひょっとしたら次のステップというのは日本政府は取ってくるんじゃないかという。その 懸念を相手に与えるっていうことは、普通の人間世界の交渉事でも大変に重要なんだと思いますけど、現状では日本は何もしない、脅かすと脅かすほど、まあ、ひょっとしたらお金も出すかもしれないみたいな、そういうふうに見られているという中で、例えば、太、え、一、ーまあ、が大きなパイプを持ってると言いますけど、こういう外交の、 非常に狭まった状況の中で、はい、個人的な採刊だけで結果を出せと言っても、ちょっと無理ではないかと思いますねなよほどの交渉の天才ならできるんでしょうけど、それはかなり非現実的なレベルでの交渉の天才であって、はい、もっと大きな枠組みという裁量権の範囲を作ってあげないと、無理だと思いますねううそうか、そのこう姿勢を示すだけでもメッセージになるとか、そういったことの検討っていうのが、 あの報じられもあまりしないし、こうなされているように、まあ、表には見えないというところが、そもそも問題なんです、ね、そうですね、あのンマー軍も世界各国の状況、当然把握しているでしょうから。はい 国会の様子とか北風がいいのか、太陽がいいのか迷っていると言ったような国会を見た上で、えーはい、大使が例えば日本は怒っていると、火う手段を取ると言っても、いや、お宅の大臣はまだ迷ってるようですけどっていうふうに反応されるわけですよね、うん、<laughs> その時にやっぱり大使はそういう発言をできないとなると、はい、もっとあの巧妙な手段でなんとか説得してみろっていうメッセージが東京から来ると思うんですけど、うん、そんなこと、現場の大使に命令しても無理だと思いますよね。えー 須磨さん、またぜひあのスタジオでもいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうます。 東京外国大学教授国際政治学者、篠田秀明さんに伺いました、戦略だとか大戦略という部分すごいですね、心理戦ですよね、だからやっぱり右側でね、刀持って左側で握手するってよく言われますけど、はい、やっぱそういう刀のバックアップなしに喋べってこいてね、ね交渉しろって言われても、それ何の材料で交渉するのか、ね、ここいくらパイプがあっても、交渉材料がなければ交渉できないって当たり前の話ですもんね。 えー、ミャンマー情勢、日本どうするというところ、を掘りり下げてまいりまいしたこの後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーと続きます。どうぞ最後までお付き合いいください 日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号メッセージ紹介しますえ。まずはアイルランドからいただきました。あら、ありがとうございます。アイルランドからポッドキャストでいつも聞いています。アイルランドも月曜日は祝日だったので、娘も学校が休みでした。朝からコージーアップを聞いていると、娘に、飯田コージとポッドキャストどっちが好き突然聞かれてびっくり。飯田コージはポッドキャストの中の番組なんだよ。 ポッドキャストはいろんなラジオを聴けるシステムなんだよと説明しましたが5歳半の娘どこまで理解しているか毎日コージーアップを聴いている私の隣で今日も娘は「なんでこの人スクープアップっていうの?」と聞いてきます。 とといいいうふうにたただきまました <laughs> ありがとうございますアイルランドであのポッドキャストで聞いてくださっているんですね。あのスクープアップってそうですよね。あのこう耳に残るから特にこう小さなお子さんはこう興味津々になりますよね。あの本当にありがたいことにですねあの、ポッドキャストの中で OK 工事アップ配信させていただいておりまして、そのこうランキングみたいなところでもいいところにこう位置させていただいてるんですけれども、まあ、そんなこんなでですね、一時期、 ちょっと前なんですけど、飯田さんはあのポッキャス王子と社内で言われていたことがあります。ポッキャス王子え、我らがポッキャス王子の飯田浩二さんはですね。あのまあ、飛行機が大好きで、鉄道大好き。乗り物大好きなんですけれど、先日はあのボートの、えー、アジアオセアニア予選がえっ、ー、と海の森競技場というところで行われて一緒にこう取材に行ってきたんです。けれどもま強、あ、風のため中止です。というお知らせを到着して。 5分も経たないうちにもう3分ぐらいで言われちゃいましたかね。あの中止なんですっていうのを聞いてこうがっかりしてたんですけど、飯田さんはですね、ここからはよく飛行機が見えると言ってですね、あのじーっとこう空を見上げておりました。そんな様子はあのツイッターにもアップしておりますし、えー、番組のオープニング木曜日のオープニングで話しておりますので、ぜひそんなあのちょっとこう飯田さんの まあどんなお兄ちゃんかというのもこのご再半の娘さんには知ってもらえればなと思っておりますえポッキャス王子の飯田孝司を今後ともよろしくお願いいたしますありがとうございます <laughs> さあ続いてはですねドイツからいただきました四十代の女性の方からです ドイツ在住ですワクチンの接種なんですがワクチン接種進んでいますがまだ人口の1割程度しか住んでいません当初は医療従事者超高齢者や超リスク組の接種が終われば段階的に敷居を下げていく予定でしたしかしえ園や学校は閉めると保護者は仕事ができなかったり教育に差が生じるとのことで教育者がそこに割り込む形で優先されることになりましたまた健康な男女も彼らが接 接触する人間にリスクがある場合にはかかりつけ医の診断書を発行してもらうことで最大2名まで優先して接種してもらうことができます。 私は医療従事者でも教育者でもありませんが、身内に介護を必要とする者がいますので、キャンセル待ちではありましたが、接種することができました。この特例は4月7日に施行されているんですが、なぜかニュースでは大きく放送されていませんえ。多分混乱を防ぐためだと思います。日本はワクチンの接種がこれから本格的に進むことでしょう。こうした海外の事例を参考に柔軟に対応してもらいたいと思います。といただきました。 え、ワクチン接種についてはですね、たくさんのメールをいただいています。え、こちらは埼玉県川越にお住まいの七十代の女性の方からです。主人七十五歳以上が、え、五月六日から。 ワクチン接種の予約が始まり朝の9時から夕方5時でスマホ、パソコン、固定電話なかなかつながらなくてもう5時過ぎ6200人分定員数になりましたとえ今度は5月21日からとのことでしたどうなることかと、ま、いつかは打てるかと思いつつ骨折り損のくたびれ儲けでしたと頂きました。 続いて東京都足立区にお住まいの60代の女性の方からです、えー、昨日のワクチンの予約大変でした朝から夫婦2人で電話とスマホにかかりきりで予約を取れたのは夜の6時でした さらに東京都葛飾区にお住まいの40代の女性の方葛飾区は集団接種のほかに区内のクリニックや診療所180箇所でワクチン接種ができてかかりつけ医や自宅近くのクリニックを選べるので85歳の母はかかりつけのクリニックの窓口に行き予約を取ってきました。すぐに予約が取れたのであ こんなに足立区は大変なんだとびっくりしました。かかりつけのクリニックで接種できれば、持病もわかっているし、医師、看護師の顔も知っている人たちなので、母も接種する気になったようです。電話やインターネット予約のみでは、予約がなかなかできずに接種を諦めてしまう高齢者の方もいると思いますといただきました。 えっとですね、私もあのいろんなそのワクチン接種については自治体のホームページとかを先ほどいろいろ見てみたんですけれどもインターネット予約であったりとか電話 あとですね、もうこれ本当自治体によりけりになってくるんですが、コミュニティセンターのような、その、なんて言うんでしょうね、街づくりセンターみたいなところで、そのスマートフォンで予約するのが難しい、できないという方に向けて、その予約の申し込みのサポートをしている、えっ、ー、と、そういった自治体も見かけました。 もうこればっかりはこう住んでいるお住まいの自治体にそれぞれの予約の仕方があったりしますので、まあ、そちらをこう改めて確認しつつ、そしてあの工事アップでもあのお伝えしていますが、あのワクチンはしっかりあの届きますので、あのね、そういった部分も含めてですね、あの確認していただければと思います。ぜひですね、そのそれぞれお住まいの地域でのワクチン接種の状況ですとか、もしくはあのこれからのワクチンを 打ちましたよって方はね、出てくると思うんですけれども、ワクチン打ちましたといった方からもね、あのメールお待ちしておりますので、ぜひ番組にお寄せいただければなと思っております。メールありがとうございました。さあ、それではこれからの予定を紹介いたします。5月9日日曜日、埼玉市長選告示、母の日、5月10日月曜日、安定的な行為継承議論する政府の有識者会議、 韓国、ムンジェイン大統領就任から4年。5月11日火曜日、定例閣議。4月26日27日の日銀金融政策決定会合の主な意見。5月12日水曜日、3月の景気動向指数発表。5月13日木曜日、4月の景気ウォッチャー調査発表。3月の国際収支発表。 5月14日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。5月15日土曜日、沖縄返還から49年。続いて来週5月10日月曜日からの OK ジーアップコメンテーターのラインナップです。10日月曜日、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。11日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。 12日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。13日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。14日金曜日、全統合幕僚長の河野勝利さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場でニュースを解説していただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。 オッケーコージーアップ週末増刊号モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性勤勉正直親切そして約束を守る これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団、 OK! コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますひなさんよろしくお願いしますひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントはダウ w 市場最高値更新とマザーズ一ヶ月ぶりの安値です 日本市場が休場中にニューヨーク市場では新規失業保険申請が低水準となったことなどからダウ平均が市場最高値を更新しましたこの米国株高が下支えとなって連休明けの東京市場も日経平均株価の上げ幅が一時600円を超える場面があり大幅高となりましたですが注意を要するのは5月に入って連日の下落となっている マザーズ指数の動向かなと思っています。要因の一つにマザーズ銘柄の AI インサイドの急落があります。同社は AI 技術を用いた文字読み取り装置サービスを提供していますが、この度大口販売先の NTT 西日本で大量のライセンスが更新されなかったことが判明し、今期業績を大幅下方修正する結果となりました。翌営業日から 二日間続けてのストップ安となり、三営業日ぶりに取引時間中に値がついたものの、その後も売りが続き、昨日は前日比30%安で終わっています。市場では信用買いを入れていた投資家が損失覚悟の見切り売りを出していると見受けられています。ジャスダックやマザーズなどの新興市場には、東証一部と比べると規模が小さい企業が多いため、 業績の変動が激しくなる傾向があります。これが株価の大きな乱高下を引き起こす要因の一つにもなっています。新興市場銘柄は短期で大きな利益を上げることもできますが、反対にこのような急落も起きやすいことを念頭に、企業の将来性や株価をまめにチェックすることが必要となっていきます。そして二つ目のポイントは、飲食店の訴訟と株価です。 イタリア料理店カフェラボエムなどを運営するグローバルダイニングは7日助成金への不満から自治体から命令が出るまで休業や営業時間の短縮要請には応じない方針を発表しました。なんと株価は急進し高値更新のストップ高となりました。グローバルダイニングが時短要請を違法として東京都に対して損害賠償請求を行ったことは 投資家からも大変注目されていましたこの訴訟の裁判費用を支援するクラウドファンディングが開始されたと私も知って、サイトを見に行きました。コロナ禍、日本社会の理不尽を問うと題してあって、1000万円の目標金額のところ2000万円を超える支援金が集まっていて驚きました。同社は4月30日に発表した決算では、赤字からの増収、黒字転換を果たしています。 株価にも反映する形となっています。このように賛否両論ある報道でも市場がどのようにニュースを捉えたかは株価が証明しています。自分の価値観だけではなくて市場の判断を素直に受け止め理解していくことが今後の投資にも役立ちます。来週のポイントは引き続き決算発表と景気敏感株です。主力企業の決算発表がピークを迎えます。 週の初めから200近い企業の決算があり、週末には900以上もの決算が予定されています。しばらくは受給動向次第かなと思います。また、東京オリンピック・パラリンピックの開催についても不透明な部分がありますので、市場も方向感が定まりにくい展開となりそうかなと思います。ワクチン接種が加速するとともに、今後も景気敏感株が買われていくと思いますので、 先週お話しした海運株のように、上昇基調を続けているものは、来週も引き続き要チェックかなと見ています。今週の相場格言。株式投資は美人投票。投美,人投票美人コンテストでは、自分が美人と思う人に投票しますが、株式市場では、自分が美人と思う人に投票するのではなく。 多くの人が美人と思う人に投票しなさいという格言です業績も決算内容も良いのに株は買われず人気のない企業が存在します反対に業績が良くなくても人気化する株も多く存在しますロジカルな思考だけでは説明のつかない人を突き動かす何か思っている企業が人気化することがあることを理解しておくと銘柄選びに役立ちますよ 以上ひながお伝えしましたトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株のお話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてください OK コージーアップ週末相関号お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです 今回はジャーナリストの長谷川幸弘さんとモラロジー道徳教育財団教授で麗卓大学大学院客員教授の高橋史郎さん。テーマは「選択的夫婦別姓です OK コージーアップ週末増刊号 モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は人づくり、 国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。ジャーナリストの長谷川幸洋です。この配信は政治経済、国際情勢、世界を取り巻くさまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です。 今回の対談のお相手は、モラロジー道徳教育財団教授で、麗卓大学大学院客員教授の高橋史郎さんです。高橋さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。今回の対談のテーマは、選択的夫婦別姓、えー、です。 えー、選択的夫婦別姓で、まあ、何かさ最初にちょっとそこだけ説明しておきますと夫婦が望む場合は結婚後も夫婦がそれぞれ、えー、結婚前の死・氏 まあ、名字でですすねをを名乗るるこことと認める制度のことでありますで最近では永田町でも議論が非常に活発化してきておりまして自民党内では賛成派と慎重派がそれぞれ議員連盟を立ち上げるということで、まあ、議論も深まりつつあります。 えーまあ、次期衆院選ではもしかすると一部野党が公約に掲げる、えー、可能性もあるなど、まあ、さらに議論が深まっているかもしれませんがまず、えー、た高橋さんにお伺いしたいんですけどまずこの選択的夫婦別姓については今年の夏に最高裁があ判断するっていう、まあ、そういう今 ちょうどタイミングなんですかそうです、ねえー、ですすねからあの、もし最高裁が、はい、あその合憲と判断するか違憲と判断するかによってですね、はい、これ非常に大きな影響が出てきまして、はい、実はあの男女共同参画基本計画というのは5年おきに作られるんです。けど、はい 一番新しいのが五次計画で、はい、その一番最後の文章にですね、はい、司法の判断をを踏まえてさなるる検討を進めるという文言が入ったんです、うん、つまりそれは別姓導入派と反対派がせめぎ合って先ほどおっしゃった自民党の中にも賛否両論が、はい、まあほぼ対等に生まれてきてるんですけどそのなんとかこの別姓を導入したいという人たちは ここにその最高裁で大法廷で判決が出れば、はい。はい えー、大きく自分たちの導入に拍車がかかるんじゃないかと期待しているという、はいはい、まあそういう状況ですね。まあ今そういう状況を踏まえてまあ今日はこういうテーマを選ばせていただきましたけれども、高橋さんはこの選択的夫婦別姓については反対の立場ということですね。はいはい、その理由などお聞かせていただけますか。はい、これはですねあの少し説明が必要なんですけど、はい、私は今内閣府の男女共同参画会議の議員を、はい、まあ4期8年、はい、まあ70の定年で3月に辞めま まあ終わったんですけども、はい、えこの議論をしたのが11月11日、はい、まあ男女共同参画会議というのは首相官邸で大臣が十何名と有識者議員が12名ですかね、はい、まあほぼ対等に並んでこう議論するという会議なんですがそこでえ出てきたグラフを見て大変疑問に思ったんですね。はい でまず何が驚いたかと言いますと20代、30代の女性の統計しか出てなかったもともと内閣府の世論調査29年のなぜ20代と30代の女性しか出てこないんだと。うん、この問題については 当然男性の意見も聞かないといけないし40代50代60代70代つまり全体の世論がどうなっているかを正確に反映して議論しないといけないのにそれで実際にグラフを見ましたらですねえ同性を維持すべきだというのは29.3%でえー別姓を導入する して法改正すべきは42.5%で、うん、同性制度を前提として、まあ、通称使用あとでこれ出てくると思うんですけど通称使用のための法改正をすべきは24.4%で、はい、あの同性を支持する人たちを合計すると53.7%でつまりこちらの方が多いわけですよ。よ、はいはい、ところが え別姓の導入に賛成している人が多いんだというふうに強調する、うん、あるいは実際に自分が別姓を希望する人はわずか8%しかいないんですねあるいは子どもには好ましくない影響があると答えた人は63%いまして、うんうん、これはもうあの内閣の調査で平成8年から5年おきにやってるんですが。はい 大体平均しますと68%、66%、66%、66 67%、63%う5年おきにずっと子どもに好ましくない影響があるというのが、うんえー、大体3分の2いるわけですね。うんえー、あるいは別の調査でも、えー、子どもは嫌だとか変な感じがするというのが67%という統計もあるんですね。もう一、ん、つ これはあの47都道府県選択的夫婦別姓意識調査というのをこれは早稲田大学の田名村研究室と全国賃料アクションという運動団体が一緒になって出したあの意識調査があるんですね。あの自民党の議員が真っ二つに分かれたのはですねこの運動団体の人たちがロビー活動でずっと議員のあれを回りましてねそれでえ何を強調したかというと。 もう別姓賛成は70.6%見るんだと、うんはい、反対は14.4%しかいないんだと、はいはい、こう言ったんですよ。えー、ところがですねよく見てみると「えー、自分は夫婦同姓が良いが」うん 他の夫婦は別姓で構わないといとう選択を賛成に含めてる自分自身は同性なのにそしてですね、えー、中期がありましてね、えー、調査票内では賛成反対を提示した聴取はしておりませんと断ってましてね、えー、でじゃあ,あの具体的な回答をずっと見ていきますと、はい、その家族夫婦は同性であるべきだとか、はい、同性を名乗りたいとか。はい 子供をどちらの性にするか悩むとか、はい、一つの世帯を持つならば同じ性がいいと言ってるものも別姓賛成に入れちゃってるんです、はい、だからこれは、はい、中身と実際は違うじゃないかと、はい、それからもう一つはですねあの日本固有の文化はまあ戸籍制度なんですねこれは要するにその家族という一つのファミリーネームですね共通の性、はいはい、それがその個人籍個人席に変わると、うん 家族共通の性がなくなって氏、うん、というのは個人を表すものに変質してしまう。うんうん そうすると家族の絆とか一体性というものが損なわれるというそこのところちょっと大事な点なので私も確認しておきたいんですけども要するに田中太郎というのと鈴木雅子がいたら両方選べるんで田中鈴木のが普通だったら家族のファミリーネームなのにそれが消えてしまうということですね。そうういことで席が個人席というのは田中太郎と鈴木雅子というそういう。 家族の席でなく、個人の席になると。まあ、こういうことですね。そして、子供によってもですね。ある子はお父さんのせい、ある子はお母さんのせいと、その兄弟の中でも。性が二つに分かれると。そういうこともあり得るわけで、そうすると、お墓を守るとか。うん。亀を受け継ぐとか。そういう概念はなくなる。そういうことはもうなくなっていくということですよね。はい。それから、もう一つはですね、やっぱり子供の最善の利益。私は。 あの男女共同参画会議は皆さん女性の権利ということをおっしゃるからまあもう私は女性の権利を言わなくても私は教育者なんで子どもの権利ということでお話しますとで児童の最善の利益ということについて児童の権利予約が定めてるんですけどその児童の権利予約第7条にですねこういうのがあるんです。児童は出生の時から使命を有するる権利があるとですからその子どもというものは えー、子どもがそれをどう受け止めるか、うん、お父さんお母さんの性が別々になることに対して、うん、やっぱり不安とか、うん、家族の一体感とかというものに対して不安感がの、うん、ありますよねでそれは不安感はないんだと盛んに言うんですけど、うんえー、そんなことを言っても子ども自身のアンケートを取ると大体、まあ、いい3分の2の子は、うんえー、ちょっと不安だというふうに答えているもんですからね。ももちろん個人差もあって、うんうん その別姓だけども家族の絆には何の影響もないという子もたくさんいるんですそういうことを連れてきて議員さんたちに会わせていやそれは家族の一体感が損なわれるというけどそんなことは全くないというふうに言ってるんですけど全体から見ればそうでない子もいるわけでそこはやはり子どもの最善の利益を第一に考える夫婦の対立というものが名前をめぐる対立が子どもにやっぱり影響を与えるということは これは明らかではないかなそれがまあ最大の反対理由です。なるほどはい。それとですね、この問題を議論するときによく出てくる言葉、いわゆるその男女のジェンダーっていう言葉なんですけども、ねはいはい、このジェンダーという問題が最近その教育にも影響を与えてきてるようなんですが、はいはい、ここをちょっと解説していただけますか。はい。これはですね、うん、まああのう生物学的な精査と。はい。 後から作られた文化的社会的精査がありまして、はいはい、で、えー、ジェンダーというのは後の方なんですね。はい、後から作られた文化的社会的精査をジェンダーというわけです。でその本来ジェンダーというのは、えー、意味があることであって、はい、例えばあの北京で開催されたじ世界女性会議でね、はい、あのマザーテレサがメッセージを送りまして。はいはい あの皆さんはその男と女の違いというものに対してあまり重視しないけど男と女の違いは大事じゃないかと男に追いつくことを女性の権利だというふうにそこばっかり考えるんじゃなくてもっと深く考える必要があるというようなメッセージを送っているんですあるいは犬飼美智子という犬飼剛のお孫さんですね「男対女」という中央公論新社の本がありましてそれで「 男を基準にして女性が戦いを挑むんじゃなくて男と女の違いというものを生かし合って補い合って補完し合って新しい秩序を作っていくのが本当の男女共同参画ではないかということがあるんですがジェンダー学者たちが。 いうののはみんなその階級抑圧、はい、まあこれはもともとはエンゲルスから来てるんですけど、はい、その性支配とか性抑圧というんですが、はい、家庭というのは男が女を支配する奴隷制度とはっきり書いてあるわけですね、はい、エンゲルスの中に書いてある、はいはい、でその性支配性抑圧というのがつまりマイナス面ばかりを強調して、はい、おお差別されてるんだと。はい でそれをまあジェンダー学者が盛んに強調して、はいはい、これを歴史の教科書にどんどん入れてき始めたんですでしかも私が大変驚いたのは「えジェンダーで歴史を読み返る」という本が日本史と世界史で出てまして、はい、高校の歴史教科書のサブテキストとして出版されてるんです、はい、大津書店からですねあるいは「ジェンダー」から「あまあ、アクティブ・ラーニングで学ぶジェンダー」という本も出てまして、はい、まあこれちょっと説明しないといけないんですがアクティブ・ラーニングというのは能動的な学びという意味なんですけど 主体的に学んでいく、はい、そのアクティブ・ラーニングという現代の在り方にジェンダーという視点をどんどん入れていこうと、はい、そうすると何が出てくるかと,と慰安婦問題とか、はい <laughs> えー、女性差別ですね、はい、それから男らしさ女らしさ、はい、ジェンダーフリード、はい、まあその辺の議論が実は家庭科の教科書にどんどん出てきて、はい、私が以前問題にしたのはこれ実際の家庭科の教科書で一橋、はい、出版の「家庭基礎」という教科書にですね、はい 桃から生まれた桃子ちゃんという教材がありましてねお、うん、おじいさんいさんは、うんははへ洗濯にばあ山芝刈りつまりこれ役割分担を逆転してるわつまり別におばあさんは川へ洗濯にしてお,お,おじいさんは山へ芝刈りに行くっていうのは差別じゃなくて、うん、まあ役割分担をしてるだけでね何でも差別というふうに考えて、うん、例えばある小,あの小学校の校歌が問題になったんです。うん、父のような いやまあ母のような神通川という川は母で山は父のように書いてあったんでこれは差別だとそういうふうにして全部切っていくと日本の歴史がズタズタになってえ日本は「源氏の物語」にしても「枕草子」にしても女性を大事にしてきた文化で世界文学作品の中で女性を尊重しているのは日本の文化なんですけどところがその。 日本は男が女を支配してきた奴隷制のような抑圧のマイナス的な面だけを取り上げてそれを差別だ差別だといって強調するような教育が広がるとえいい意味での男らしさ女らしさまでも否定されるということが教科書の中にどんどん出てきている。 いいいううことととがちょっっ危ういなと私は思っているんですアメリカで今ポリティカルコレクトネスなんかが非常に問題になってますけど、はい、今最後におっしゃった男らしさ女らしさも否定しかねないような風潮になってますよね、はい、今そうで,すねですから男のくせにとか女のくせにとか、はい、言い過ぎたらいけないんですけども、はい、男らしだから今後名簿がどんどん広がったりとかですね一時期ですね恋のぼりやひな祭りまで、うん 差別だと言っって40いくつの幼稚園で中心たんですすよこ、うんうん、こんんんなととが昔あったででもないですね、それとあの個人的には先生の話の中であの、エンゲルスっていうことが出てきたので、えー、びっくりしたんですけど、多分視聴者の皆さん、エンゲルスと聞かれても<ー>ほとんど理解されないんじゃないかと思いますけどね、エンゲルスっていうのは、ちょっと注釈しますと、マルクス主義のいわば始祖マルクスと並ぶ始祖 <laughs> と言ってもいい, <laughs> いい方で、要するにジェンダー論はそこから出てるんですね。 これはもうマルク主義そのものだと言ってもいいかもしれない、はいまあ、あんまり言い過ぎるとあれですが、さてその次、賛成派も慎重派もさまざまな意見を議論しているということなんですけど、賛成派と慎重派、はい、それぞれどんな主張をしているのか、ちょっとその賛成論の方から聞いていきましょうかこれはですね、まず、加盟を存続することの妨げになるということを言う人たちがいます。うんうん で例えばあの、一人っ子が最近多くなってきて少子化の中でですね、はい、名前を男性の方に夫の方に名前を変えなくちゃいけないと、はい、女性一人っ子の女の子の方の仮名をつうことができないじゃないかと、うん、こういう意見があります。うんはい、それから、まあ、少子化の原因だという、うんまあ、今あの、日本の少子化問題は深刻ですけれども。うん 劣勢であれば結婚できるけども、うんうん、夫のせいにならなきゃいけないとなると結婚しないという子がいるからそれは少子化の原因だとところがねこれ政府の少子化対策のいろんなヒアリングで、はい、こういう意見はもう皆無であったと、うん、江藤誠一という担当大臣がそうおっしゃったことがあるんですけどねそれからねアイデンティティを喪失すると。うん、自分は今まで なんとかという名前でやってきたんで、急に自分の性を変えると、今までやってきたことのアイデンティティを失ってしまうと、それは通称使用で私はいいと思うんで、す後の議論になるかもしれませんが、旧姓も使って差し替えない面もあると思っています、それから現実の不利益がいろいろあると、例えばパスポートで入国できなかったということが。 でところはころれは外務省が4月1日からパスポートの旧姓使用を認めまして、はい、それで運転免許証、住民証、印鑑証明書マイナンバーカードと、はい、でも、兵器が可能になっている、はあはい、そうすると旧姓、まあ、使用の拡大で不利益は。 だいぶカバーできるとそれでもまだ不十分だといろいろ言うんですけど、うんうん、そこはいろいろと議論を重ねればいいんじゃないかというふうに私は思っていますからあの推進派の意見も言ったほうがいいですね推進派はです、ねはい、まずです、ね、夫婦同意というのはこの伝統的な制度だと、うんえー、それをまあ国連とか外国から批判するのは不当だと、うん、日本独自の戸籍制度の文化だと。はいはい うん、それから家族や戸籍というものは社会の基礎を形成するもんだから慎重に議論すべきだと、うんうん、それから夫婦別姓の場合子どもの氏をめぐって夫婦間で争いになると、うん、まあ子どもにとっての不都合があるという、うん、それから通称使用の拡大をすれば解決する問題が多々あると。うんうん えー、それからまあ先ほど申し上げた家族の絆と一体感というものを損なう恐それがあると、大体そういうのが論点だと思います、ね、さて、そこであのその先ほど来お話が出てます、はい、通称仕様っていうやつですね、えー、つまり私は本当は田中千鶴子で、結婚したらあの佐藤千鶴子になったけど、えー、田中を会社でずっと使ってるから、はい、そのまま田中で行きたいと、はい、まあこういうのがまあ通称仕様の典型的な例だと思いますけど、これを拡大していけばいいんじゃないかという議論、はい、これについては先生、 私は賛成です実際にいろんなキャリアの方を見てますと、はい、政治家も社会で活躍してる女性も、はい、それをやっていますよね実際にはですね。うんうん、で,ですから 丸川さんが旧姓を使うこともあるのであなたは夫婦別姓に反対してるのにおかしいじゃないかという批判する人もいるんですけどねそれはおかしな話で本来ファミリーレームは大事だということは起きながら旧姓も使用するということは当然あってしかるべきであって旧姓使用したからファミリーネームを否定するわけでは全然ないので私は大いに旧姓使用を拡大していくということが現実的な道だと思っております。例えば先ほどパスポートっっておしゃ 言いましたけど、えー、パスポートにはどのように出るんでしょうか。例えば私だったら長谷川カッして、えーはい、鈴木何がしいっていうように、はい、その旧姓もパスポートの中にカッコとかできるようになったと。四月一日からそうなったそうです。ですからまあ実際にあの今までは不利益もあったと思うんです女性にとって、はいはい、そこはこの。 パスポートに併記されるように他にもそういうものを取り入れていけばいいので別にそれによって崩壊してしまうわけではありませんから大いに通商使用の拡大ということをパスポートだけじゃなくてですねまあこれから大いに議論していけばいいんじゃないかと思いますなるほどまあパスポート運転免許証社会保険証まあこういうところですよねそうですね ID 関係はねなるほどさてそれで最初にお聞きした話にまた戻るわけですけども 最高裁が夏頃にもまたあの大法廷でこの問題についてのまあ判決を出すということですけどこれも最初の方にもお聞きしましたけどやっぱり影響は相当大きなものになりそうですか。 そうですねまあ、これはです、ね、あの裁判官がどういう思想を持っているかというのは、はいうん、まだ私たちには分からないんですね。でつまり、うん、あの日弁連という弁護士の団体がありますけどそういう思想を持った人たちが裁判官になっているのかとか、はい、あるいはこの問題は、まあ、ジェンダー法学とも大いに関係があるので、はい、ジェンダー法学の専門家の女性たちが入っているのかとか。はいはい まあいろんなあの人たちが最高裁の大法廷を動かしているわけですけども人がどんどん変わりますから前回の判決と年ですもう5年後ですから人がだいぶ変わっているつぶさに調べてはいませんけど大いに変わっていると思いますのでそうするとどれぐらいその。 この日本の伝統文化というものを大事にするということの意識が裁判官の中にあるかはにわかには判断できない面もあって、まあ、あのもし違憲判決が今の民法は違憲であるという判決が出ればこれはやはり 影響力は非常に大きいいと思いますですからあの冒頭にも申し上げましたけれども、うん、第5次基本計画男女共同参画の基本計画に司法の判断を踏まえさら、うん、なる検討を進めると明記されましたので、うん、じゃあ司法の判断は違憲、うん、ということになったんだからこれは改めないといけないというふうに主張するとこれに対しては、うん、なかなか 判は難しい、うん、政府といえども司法の判断はやはり<う>あの水戸黄門の陰籠のごとく、うん、<laughs> 影響力を持つんじゃないかと思います、ねまあ、それと最後に実はこの議論あのょういきなり選択的夫婦別姓ということで、えー、お話をお伺いしてきたんですけどこれがそもそもこういう議論が出てきたのは。はい なんか日本学術会議での議論が元にあるというふうに伺ってますけど、そ,そ,そ,はい、そこのところ、最後にちょっとご説明、はい、これはです、ね、平成26年に、日本学術会議のジェンダー分科会の提言に出てきてるんですね、民法改正しろとあ。それが最初なんですこれが導入提言につながっているんです、だから、議論の起点はこここにあるんですのジェンダー分科会というのは4つありまして、関連部会が。はいはい そのうち二つは上野千鶴子さんが委員長なんですね。はい、大沢真理という方、まあ東大あ<の>どっちも東大の先生ですが。すねはい、大沢真理という方は、男女共同参加社会基本法を作った一番のブレーンなんです。うん、この二人が、うん、ラディカルに語ればという対談本を出してまして。うんはい、それで、ええー、大沢真理さんが。うん、ジェンダーフリーっていうのは、男女共同参加会議で合意事項になったんだと。うん、社会 男女共同参加社会基本法はそのジェンダーフリーで貫かれてるんだとそしたら上田さんが「おいおい一体どうやってごまかしたんだ」とこう言ったんですけどいやいやそれはその理論が分かる人がいなかったんで全部自分が発言した通りになっていったとまあそういうことを言ってて自分は常に戦略的に行動してると言ってるんですがねまあはっきり言えばその一定の思想を持ったジェンダー学者たちが 実際にこれを動かしてそして第三次基本計画にですね、うん、政府が日本学術会議のジェンダー研究を推進して、うん、これを教育に活用するとか、うん、そういうことを書いてるんですね。うん、これ民主党政権下ですなるほど それが今も生きてるんですだからその全国でこの大学でこジェンダー学というのが教えられていまして、うん、たくさんの一大勢力のジェンダー学者がいて、うん、この人たちが男女共同参画の一環として夫婦別姓の方に、うんうんうん ん働きかけているという、そういう動きが背景にあるというつまり、男女共同参画というのは、誰しも批判できず、いわば先生も進めていくべきだと、私もそのように思ってますけど、進めていくべきだと、そういう大きな標語があって、その中にジェンダー学という、いわばマルク主義に源流がある議論が、いわば忍び込んできたと、だから先ほど言ったように、上野先生が、おいおい、どうやってごまかしたんだと。 とといいううう発言になったこですねですから本来ジェンダーというのは大事なものでマイナス面ばかりを強調するんですけどもそうではない男と女の違いを生かし合って補い合って新しい秩序を作っていくこれが本来の男女共同参画社会なんでそういう一つの左派の左翼的なマルクス・フェミニズムから取り戻さないといけない本来のジェンダーをですね。 よくわかりました、はい、この辺りのことはなかなかあの他のメディアでは議論されないところだと思いましたので、はい、今日は背景含めて本当にありがとうございました,ました、えー、今回のゲストはムラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院客員教授の高橋博さんでしたありがとうございましたありがとうございましたあなたと一緒に作るニュース番組 日本放送飯田浩二の、OK! コージージアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした